花山天文台とは、京都府京都市山品区の花山山山北に位置する天文台である。京都大学大学院理学研究科付属の施設で、1929年に設立された。花山の地名には、火山、火山の二つがある。天文台のある山は、花山山と呼ばれる。所在地である、北火山台峰町を含む、花山地区は、 火山と読まれるが、地元では火山とも読まれる中学校。英語名称では火山の歴史的仮名遣いである桑山を用いている。花山天文台は京都大学大学院理学研究科付属の観測所の一つであり、兄弟施設として京都大学大学院理学研究科付属飛騨天文台がある。飛騨天文台を山頂に例えれば花山天文台は ベースキャンプにあたる天文台である。京都大学理学部の学生、大学院生の研究教育施設でもある。京都大学における天文学研究は1897年に設立された京都帝国大学理工科大学に遡る。研究者たちは当初大学敷地内において観測を行っていた。佐々木哲夫によるフィンレイ彗星の観測は この時期のことで観測拠点として京都アブザーバトリの子が用いられている。1921年に理学部物理学科が分割されて宇宙物理学科が設置される。大学の観測拠点も1921年以降は大学天文台の名で呼ばれるようになった。しかし、大学付近における自然の開通などに伴い観測環境が悪化し、 移転が検討された。大学に隣接する吉田山も有力候補であったが、京都府庁から風地面で難色が示されたため頓挫した。1927年、宇治郡山品町の花山山にある土地が、地主から大学に寄付され、2年の工事によって天文台が建設された。1929年10月、花山天文台は設立された。 初代天文台長は山本一世。山本は研究者とアマチュア天文家との架け橋の役割を果たした。京都帝国大学付属の花山天文台は東京帝国大学付属の東京天文台と並んで日本における天文学研究の拠点であった。京都と東京では天文学用語が異なっていることもしばしばであり、惑星に対して 山本一世は、優勢という昭和の半ばまで用いていた。一方、1930年に発見された惑星プルートについて、神田茂ら東京天文台の研究者たちが、プルートを用いたのに対し、山本一世は、野尻宝英が提唱した、冥王星を早くから受け入れた。1958年10月付で、京都大学伊古山太陽観測所ともに、 理学部付属の天文台として完成化した。1968年に飛田天文台が建設され、最先端の観測の主力拠点は移転された。さらに、岡山天文台への注力で存続が危ぶまれたが、ただのなどの支援を受け、現在は一般公開事業をはじめとして、京都大学における天体観測の情報センターとして機能しており、 京都府内の高等学校生の実習研修や NPO 法人との連携を通じて生涯教育にも取り組んでいる。ありがとうございます。